Ladies and gentlemen, time now to take a big bite of Ajikuta Radio on FM 76.1. Coming up next, Ajirajir. さあ、時刻は4時を回りました。4月4日、水曜日のアジクーターラジオ生放送の時間です。今日のお相手、DJ モーリーと、オヤンです。さあ、今日もこの後5時56分までの生放送となります。はい。え今日も暑いんですけど、ただ、うん。天気予報を見たら、はい。週末、気温がまた下がるみたいで。そうなのびっくりですよね。 全然そんなな感じ,じゃないけどもうなんかこのまま夏じゃないかなと思ってるけど夏突入のねイメージありますけど下がるってどれぐらい えっとね、最低気温が14度ぐらい。ええー、なんで急にで、また最高18とか19とかね。ええー、デジ迷惑なんですけど。まあ最高自体20度で切るらしいんですけど。えー、あれ、今日なんかは25度か27度ぐらいまでね、最高気温上がりますよということなんですけど。ぐらいだけどね。もうだからもう衣替えとかね、あのー、寝具<う>なんかも毛布をね、ねねしまってとか、ねうん、タオルケットにっていうパターンですけど。ええー、<また S 2> 週末寒くなるみたいですよ。 うわもう超迷惑気温的にいけば<ー>あの全国的に比べたら、ね、そんなあれはないと思いますけど、はい、この暑さでまた週末ぐぐっと下がるっていうのが、ね、うちょっとこう心配ですねー、えーまあ、シーミーシーズン到来ということでいよいよ明日、はい、まあシーミーということで<お>多分今週末を皮切りに始まっていくんでしょうね,、うん、ですねどうですか公は毎年シーミーシーーミズンって私も 芸人になって一回も行けてないな。なかなかね、いけてないって言ってましたね。申し訳ないよね。今年も行きたいではあるんだけど、いつかによるよね、その CEMI が。なるほど、なるほど。来週だったらいけないね、完全に。うん、あの,マブヤの 新規行がありますので、ちょっと行けないかな。まあこの辺ね、スケジュール等と合わせるのも大変ですよね。よはいえー、ラジオを聞いて皆さんの CM、ね、の話も教えていただきたいと思います。昨日なんですけど、うんえっと、うちの娘がですね、ちょっと熱発してまして、うんでまあ、病院に行くほどではないんですけど、うん、であの早めに寝たんですね。うん、で早めに寝て 寝言をたまに言うんですよ。あの、パパがいいとか、ママがいいとかって言うんですけど、昨日ですね、バイキンマンっていう寝言を言ったんですよ。お夢で見てたのかなそこまで見せてないんですけど、最近は。学校で見てるんじゃないの違うあ、保育園ではもう絶対も禁止なんですよ。あ、禁止もう映画とか動画とか、これ禁止なんですけど、なんか急に、その、まあ、熱発の影響なのか、バイキンマン って一言だけ言ってまた寝たっていうへえ珍しいなんでと思っていや本当になんでだよねしかもあの超ばいきんまん好きっていうわけでもないんですけどねへえなぜか知らんけどばいきんまんって言おったから <laughs> 何なんだろうね何なんだろうなと思って家でそんなに見せてないんでしょ最近はねでも夢って何かと関連してから出てくるっていうからね何かあったのかもしれない、ね、何かあったのかな<ー>であのう、ー、ちの息子が今4か月なんですけど、はい え、昨日、初めて、え、寝返りをしまして。見ました見ましたよ。見ましたツイッター。うん。相当嬉しいんだろうなと思って、ツイッターに呟くってことって、この人よって思いながら。いつも、もうちょいだわけ。ああ。もう、もう、なんていうんかな。背中ピッて押したら、くるんっていくっていう状態を、いつも保ったんですけど、ここ一週間。昨日、ようやく自力で、ええ。ピこう、行きましたね。で、出た出た何が 今年度初めての。な、な、これ、な、何語っていうのこれ、え祇園祇語死に分かりづらい、マジで。モーリーさんの独特すぎて。癖が強い、マジで。いや、だから、昨日はね、その、バイキンマンっていう寝言の娘と、で、また、寝返りを人生初、打った息子をね、ちょっとこう、見ながら、まあ、過ごしてきたんですけど。なるほどね、さぞかし幸せだったんでしょうね。いや、そりゃそうですよ。幸せいっぱいですよ。そうですか。 <laughs> ありがとうございますいやもっとねだからあなたもあなたもだからね、うん、僕の幸せを願う,うで、ね、人であってほしいなと思いますよ、うん、もう疲れてるよもう,もうモーリーさんの話はもう <laughs> もうなんかもう期待すればするほどなんかもう胸が苦しくなるからな, <laughs> なんでやねんんでやねん胸が苦しくなる意味が分からんけど。<laughs> え、っ白の真ん中ということですけれども、ただこうね、天気がいいのはいいんですが、ただ週末少しね、え、天気の崩れと気温が下がると聞いておりますので、また後ほど、えそっか、今年度初めてのアジラ時代ね。そうですよ、そうですよ。今年度始まってね。そうそうそう。そっか、やらあゆみさんも卒業しましたしね。そうなんですよ。そっか。ま、しばらくね、木曜日が。 ちょっと穴がね、はい、開いちゃう形ですけれども、うん、はい、ええー、毎日の4時から6時お付き合いいただきたいと思いますアジクルターラジオ今日も5時56分までの放送ですさあ今日のオープニングはアンディのこの曲からスタートしていきましょうオリビアを聞きながら アジグーターラジオ、この放送は、お母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディスクリニック、株式会社、上新組の提供でお送りいたします。 さあ、水曜日のアジクータラジオ、今日も沖縄市中央パーカービニュー入り口からの放送です。さあ、今日のテーマ早速お送り、はい、していきたいと思います。はい、今日のテーマはですね、嫌いから好きになった。こちらでお送りしていきたいなと思います。あね、まあ、あると思う。あのー、そういうの絶対あると思う。よく恋愛なんかではね、好きから嫌いにってなって、<ー>で、二度と好きに戻らないっていうパターンがあったり、なん<あー> <laughs> やかんや、また、 好きになってもうたりとかね。いろいろあるじゃないですか。まあそういうものだったりとか、あとこう、まあ一番ベタなやつでいくと、僕納豆食べれなかったんですけど。ある食べ物だったらあるね。ね。そういう味覚の変化で嫌いだったけど、なんか普通に美味しく食べれてるなっていう。そういうですね、嫌いから好きになったものを教えてほしいなと思いますね。なんかありますか苦手な食べ物まあ人参とかね。私は人参が無理だけどね。なんだろうな、食べ物。で私、 あれなんですよね。一回ダメって思ったらマジダメなんですよ。っていう性格。うん、ああ。一回もう、嫌いって思ったらもう、う本当に嫌になる、とことん。もう言ったらあ、あだもう体が反応しちゃうぐらいになるってことね。そうそう。そうえー、マジで無理だ、オキオ。はあ、だから、なんだろうね。プラスから、あれ最初めっちゃいい、いい時って。うん、マイナスになるだけじゃん。うんうんうん。で、嫌いから入ったら好きになることの方が、うん いいのかなと思って。なるほど。よくわかんないけど、わかるなんか。加点方法と原点方法っていうね。最初に、食べ物でも人でも何でも、うわ、めっちゃいいって思ってなんていうの出会ったしとしても、はいはい。ちょっとなんか、うわっていうのが見えたら、もうどんどんなんかもうこれもいい、あれもいいやって。なんか。あ、ってことは、じゃああ、なたの周りに、まあ、あなたがよく関わってる人っていうのは、第一印象どうだったんですか覚えてない。別に。え 普通から始まるんじゃない普通から始まるわけですね別にめっちゃすげえとか言うのは。ないかも。だこの辺ね、逆転する人もいれば、何かのきっかけで、うん。ルルルるるるるるってなってしまう人もいたりとかね。めっちゃ苦手だったっていう人が、もう今だったら大好きっていうのはあるかもしれない。これ不思議ですよね。あれなんだろうね。なんか関われば関わるほど、あ、こういう人なんだっていうのが分かっていくと、好きになるよね、なんか。 最初、うわ、苦手かも、この人って思って付き合ってても、話したら、うん、あ、意外と、なんていうの、人見知りだから、うん、不愛想に見えたんだ、とか。<ー>なんか、あるじゃん、第一印象、本当に話しかけても、あ、うん、とか言う人って。そっけないね。そっけない人って、<ー>え、何この人、超冷たいとか思ってたとしても、<ー>徐々になんか、月日が流れて、<ー>この人と一緒に過ごしていく時間が長くなれば、長くなるほど、うん、あ、意外と不器用な性格なんだな、とか、 人見知りなんだなっていうのが分かった時に、うん、あ、なんだって思って好きになるよね、なんか。だからね、<う>何かの話をきっかけに、うん、え、これ好きなんですかえす、好きですよっていうところからね、今までの嘘のようにっていうのありますよね。最初っからよ、パーフェクトな人に出会ってしまうとよ、うん、この人猫かぶってんじゃないかなと思ってしまうね。だから、そういうの考えたら。<laughs> あなたの場合ね。ああ <laughs> だから、この、よくね、えー、なんていうの、うん、愛嬌が良すぎたりとかすると、 怖い。って感じるっていう人もいますもんね。私最近それだわけよ。あ、そうですか。もう、誰に対しても超ニコ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 してる人。昔はそういう人がとってもいいな、すごいなと思ってたんだけど、本当に心から笑ってるその笑顔とか思ってしまう。その笑顔まで笑ってる。ま分かる。私が最近傷つきすぎてかもしれんけど、いろんなの見すぎて。いろんなの見すぎて。はいはいはい。嘘でしょ、嘘でしょ。こんな、なんていうの、見ず知らずの自分にもこんなするみたいな。私の何がわかんのみたいな。 <laughs> もう自分がどんどん汚くなってたます。ま、いろんなね、あのー、あね、状況によって見方が変わりますけれども、えー、今日の番組のテーマは、はい、い嫌いから好きになったものこ、うん、こと、こちらでメッセージをお待ちしています。メールは76、761アットマーク、fmcoza.jp 76、761アットマーク、fmcoza.jp でお待ちしています。はい さあ時刻は4時18分になりました。メッセージのコーナーです。このコーナーはアイレディスクリニックの提供でお送りいたします。さあ今日の沖縄タイムス長官地域面の中から紹介していきます。先月末で惜しまれ閉店。沖縄市役所の1階のレストラン、ウリズンが3月の30日に閉店しました。30種類以上の多彩なメニューを提供して24年。市議や市役所職員。 地域の人たちの胃袋を満たし続けてきた食堂の閉店に惜しむ声が絶えない。開店当初からウェイトレスで店を支えているマネージャーの宮里由美子さんは、ここまで営業ができたのは多くの方々のおかげ。ウリズンが愛され続けて本当に感謝をしていると話しました。このレストランは、現庁舎が落成した1993年6月にオープン。 沖縄市母シ、えー、福祉会が市の職員構成会から場所を借りて営業が始まり、チャンプルーチャーハン、カレーライスなどおよそ三十種類以上の多彩なメニューが話題を集めました。えー、金額は五百円から六百五十円。役所の職員や地域の人たちからの要望で生まれたメニューも、玄米弁当やヤマ。 哦。Oh, 心がけ、朝ごはんを食べましょう。あの早く起きたときに、あの一緒にご飯を食べると、うん、もうなんか9時10時になる前にいやしますよね。まあ、朝早い。仕事の方々は10時じゃとかでね。うん、ちょっとこう。休憩もします。けれども、やっぱりこの早寝早起きでえー、まあ、ご飯も。 3色バランスよく取るのがやっぱり大事だということですね、えー、今日は道上保育園の縁頼りの中から、えー、春のお野菜キャベツの紹介とそしてえ太陽の光のパワーこちらの情報をお送りいたしましたメッセージこのコーナーはあい、えー、未来館内このコーナーは社会福祉法人人福祉会道上保育園花風三里保育園の提供でお送りしました さ時えっとさっきねあのー「アジカンの「サイレン」という曲を流してたあたりで、はい、めちゃくちゃサイレンが鳴ってて<ー>でその道をたどっていくと五谷十字路から小座十字路向けなのかな青の軍団さんツイッターで「あっ五十字路パトカーワンサカー」っていうことで情報が来てますね<ー>何があったんでしょうかねねえしかもいいタイミングで曲も「サイレン」でしたもんね びっくりしました、ねサイレンって言ったなんというタイミングでしょうっていうね、五谷十字路にパトカーがってことなんですね、ゴヤそうですね、ちょうど本当に曲終わって、曲紹介ぐらいのね、のタイミングで、うーんっつってサイレン通っていきよったから、えっと、これ、毛利さん、狙ってたら、こんなタイミング狙えないだろう。 ねね、またこう近隣の方で情報をお持ちの方はメッセージをお待ちしております、はいはい、さあ今日の番組のテーマは「嫌いから好きに」ということでさっきの,あの飲食店での情報ですね,これね、はい、ベルプラマスクさんミスターコーラは真面目でやってきたんだろうねハメの外し方が分からなかったんかも、うん、いやそうだはずよ彼にとっては大冒険だったろうな、まあ、そ,うだそうだろうね。うん 初めての、みたいな。うん、初めてのまるまる初めての反抗 <laughs> ね。きっと。いや、そうじゃないですか。反抗期がなかったんだろうなって思った、ちょっと。<ー>あの、親に。だって19歳で親に、親と一緒に来るってなかなかないと思わないうん、ね。うん、だって親にっていうのはなかなかね、19、自分が19歳の時どうだったかなって振り返った時に、さすがにちょっとね。 ないよね。いや、これはね、親としても本当にもう申し訳ないなっていう気持ちでね、お店行ったと思いますよ、やっぱり。まあでも、こういうことがきっかけで、あれ、叱ってくれる人が、親以外にもいるじゃない,いた、いたじゃないですか、今回。はいはい,はいはいはい。マスターだったりで。いい経験でしたね、本当ね。だと思いますよ。うん。うん、さあ、こちら、メール、ラジオネーム、みそにこみすきーさん。はい。モーリーさん、親や,やんさん、こんばんは。 名古屋もすっかり昼間は暑くなりましたね。うんえー、さあ今日のテーマ、嫌いから好きになったといえば、やっぱり山菜かな子供の時は、<ー>わらびや、ゼンマイや、タラ、はい、の芽、つくしなど嫌いだったんですが、うん、今は取り立てを天ぷらにしたりして食べたいって思うぐらいになりましたと。<ー>えー、豆ご飯も嫌いだったけど、今は大好き。ああ豆ね。自分でもなぜか不思議。 でも小さい時は好き嫌いは別として、食卓にいろいろと出てくる方が大人になった時にいろいろ食べられるようになると思うなーっていうことで。甘めはわかる気がする。私もあの柿ピーとかさ、柿の種ばっかり食べてたけど、今むしろピーナッツの方が好きだから。ああ逆転ね。逆、逆なってる今スルスピーナッツの方を先に食べちゃう。あの、甘い、 甘いやつなんだっけキャラメルキャラメルのあのキャラメルの甘いやつキャラメルコーンだったああはい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 あれにもピーナッツ入ってるじゃないですかああ私はピーナッツ派僕あれなんでピーナッツ入ってるのと思,思ってたけどいやそれがなんか今楽しみになってますねでしょなんか不思議だよね不思議だよなこの辺な<ー>逆転してるな確かに絶対ピーナッツなんて食べないと思ってたけどなもう今もう率先してピーナッツちょうだいちょうだいってってもらってるし何だろうねこれね あのー、この食卓の話違ったじゃないですかいっぱい食材が並んでてっていうこれ本当に僕もそうだと思ってて、あのー、お父さんお母さんが野菜嫌いだったら、はい、子供も影響を受けるらしいわけ食卓に出なくなるからあそっかそっかもう食べる機会自体失ってしまうからね外食したとかみんなで集団行動の時に出た時に、ね、いい子食べないってなるさこの辺やっぱり 普段のね、食卓並ぶお野菜とか、親の影響でだいぶ受けるみたいですね。さあ、こちら、昼間の奥さんからも。アジクーターの皆さん、はい、たい。昼間の奥さんよ。はい。親やん。本日もギラギラで、厚みもあっていいよ。見えてないんですけど、もう、もう、見えてるんでしょうね。声でね。イメージでね。うんえテーマ、嫌いから好きになる。なかなか好きになることはないよ。陰と陽。 プラスマイナスがあるさね。自分にとって美味しければいいよ。今、市長選挙のパンフレット見比べてるけど、どうするかね、もう。ラジオネーム、昼間の奥さん。なかなかじゃあ、この嫌いから好きになるってことはないんじゃないかっていうね。昼間の奥さんは多分、好きっていうのも、いきなりはないんじゃないですか。徐々にね。徐々に。いろんなタイプいますね、でもね。 この、スルメみたいな感じで、噛めば噛むほど味が出るっていうね、ところで好き嫌いになる人もいれば、<ー>パッと見て、あ、これやさっていうね、ことで衝撃受けるっていう人も、それぞれですね。さあ、あの、市長選挙の話がありましたけど、はいえー、4月22日投開票の沖縄市長選挙まであと1ヶ月となったと。あ、これ、うん、えっと、前の情報か。まあ、でも、うん、22日の投開票なんですけれども、 公開討論会というのがですね、FM コザのプレゼンツということで、うん、毎週月曜日の夕方6時からやっているホカグトワーズの特別番組沖縄市長選挙2018公開討論会が4月7日、来る土曜日お昼12時から午後1時30分の1時間半、うん、コザミュージックタウンの1階音楽広場の方で行うということですね。 公開討論会ということで、わえ、サチ氏、シ、諸見里、ヒロ氏が公開討論会に登場と。うん、もちろん観覧は無料。フェイスブックで詳細をチェックしてくださいね。ツイキャスでネット配信も決定すると。うん、これなかなかないと思いますよ。うん、この、市長選に関しての公開のあれで、ねえー。ツイキャスで見れるっていう。いね、ツイキャス、時代ですね。時代ですね。4月7日の情報でございます。はい、さあ情報といえば、吉本さんからも。はい 4月の13日の夜7時半から吉本うちなランキングというランキングライブがあります、うん、これはファーストセカンドサードっていうあの若手芸人がクラス替え争奪みたいなクラス替えクラス争奪っていうの,ほうほうのファーストクラスセカンドクラスサードクラスの上位2組が入れ替え で、私今セカンドクラスにいるんですけど、うん、もうそのライブがあります。時間が7時半から場所は、吉本泊2階の沖縄花月。うん、で、チケットが前売り1000円当日はいくらかな ?1200 円とかかなでも、みんな当日よりも前売り券売りたがってると思うんで、芸人たちは。みんなそれぞれチケット持ってるんで、ぜひ連絡ください。そしてですね、うん、あのー、2月14日に吉本沖縄総選挙っていう、 選挙があったの皆さん覚えてますでしょうかアジラジのリスナーさんにも協力願い出しまして、あの、投票してねって。そう。協力願い出したの覚えてます覚えてますよ。その結果が2月14日発表されて、めでたく第4位に私入りまして、その時の公約っていうのが、もし7位以内に入ったら、みんなと一緒にパーティーしますという公約を掲げたんですけど、4位になったので、 これを実行しようと思いまして。<う>そのうちのランキングの後にやろうと思ってます。はい。だから日程としては4月13日金曜日の、えー、夜10時半から。うん、場所がですね、私がバイトしているカラオケバー花なんですけども、うんえー、男性2500円2時間飲み放題、女性が2000円2時間飲み放題となっております。うん、で、その時にみんなで一緒に交流会みたいな感じですかね。<ー>で、 その目的もあるんですけど、私的には、あの、普段喋ったことない人たちとみんなで仲良くしてほしいなと思って、やっぱ同じお笑い好きの人たちが集まる場を、なんか今までそういう場を設けたことがなかったんで、うんうん、みんなでちょっと仲良くね、飲んで歌ってワイワイできたらいいなと思っております。それがですね、あの、今、ゴンさんっていうツイキャス、まあ見てて、ゴンさんという方に一応仕切ってもらってるんで、ああ、そうですか。もし、 ゴンさんに来れるよっていう方いましたら、うん、ツイッターでゴンさんって検索していただきまして、もしゴンさんが見当たらなかったら、大谷意直接私に連絡くれたら、うん、私も、あの、全然受け答えできますので、うん、13日の金曜日10時半からですね、2時間、ぜひ皆さん一緒にね、盛り上がっていきたいと思います。お待ちしてます。これってあれですかあの、1位の方もあなたと同じように違う現場で、うん、公約ありますよあるんだ。 私の公約がみんなとしますなるほどなるほどでみんなそれぞれな位になったら何しますっていうそれぞれ私はただもうみんなとパーティーしますって言ってしまったって言ったんで言ったんでじゃみんなとやろうかなっていう他の芸人さんはどんなことやるんですかあなたパーティーじゃないですかうん1位とまあどさんこ室田に関してはあいつは1位だったんでもし1位になったらあいつプロレス芸人やってるんですよ今後藤弘樹さんのものまねをやってるんですけど本人で 実際に沖縄か月に後藤宏樹を呼んで、樹さん呼んでトークショーしますって。ええー、いっ,っちゃったんだ。行ったんで、多分やると思います。うん、あ、すごいすごい,すごい。そんなのとか、もし何位になったらって、うん、みんなそれぞれ掲げてたと思うんで。あ、でもこれ面白いね。その公約、はい、おい、面白そうだなと思って投票すれば、はい、その人が上位に行けば、願いが叶うっていうね。大体の人は1位になったらって言ってたんで。うん あれなんですよ。ああ、そういうことね。私は7位以内に入ったらって言ったんで。入っちゃったんで。うん、入っちゃったんでって言ったらあれけど。やりたくないわけじゃないですよ。<laughs> やりたくないわけじゃないんですけど、あの、みんなでね。どうせなんかやるんだったら、これで蓋開けてから5人ぐらいしか来てなかった。0悲しいからさ。<laughs> ちょっとね、あの、あじらじ聞いてる人る、沖縄市の人かもしれないんで、遠いかもしれないんですけど、もし来れるよっていう人いたら、あのー、ぜひ来てほしいですね。13日の10時半です、夜。4月13日の、はい、 金曜日。金曜日。来週ね。そうです、そうです。来週の金曜日、10時半。ぜひ皆さん一緒にね、カラオケ歌いましょうね。じゃあ、あの、Facebook、ンスタ t a g r a m t なんでもいい。もう、はい。来れるよっていう人、人、人がいたら、うん。連絡ください。私に。これ、詳細とかって、あなたのインスタとか。うん、私載せない。載せない。正直もう載せないこうと思って。あ、そうですか。今ラジオ聞いてる人、うん。限定にしようと思って。なるほどるこの、うん。 の先行ね、と思って。そうそうそう。じゃあ、お笑い好きな方も、はい、この水曜日のアジラジオ好きな方も、はい、ぜひ来てほしいです。よろしくお願いします。以上、大谷美からのお知らせでした。はい さあ、味クうタラジオ水曜日、今日は、嫌いから好きになったこと、ものというテーマでね、はい、お届けしましたけれども、はい、やっぱりこう、嫌いから始まると、うん、意外とこう好きにっていうのは根強い感じがするんですけど、好きから嫌いになってしまったらね、なかなかこう、覆らないというか。いや、きついと思うよ。私もあるけどさ、うん、なかなか、ね、好きから嫌いはしんどいよね。<laughs> でも うんあり、よく人に嫌われたくないっていう気持ちってあるじゃないですか。うん、でもその中間って良さ、うん、嫌いでもない、好きでもないってなると、うん、言ったらどうでもいいみたいな感じになっちゃうじゃないですか。リスクあるんだけど、うんね、せっかくだったらこの人、まあ、この少数ではあるけど、うん、メンバーでスクラム組みたいみたいなね、うん、仲いい方がいいっていう、うん、いろんなこう考え方ありますよね。な、うん、あー。 そうなんですよねうんい嫌い,うんい嫌いってことは多分関心があるんですよ、きっともうそれはそう,そうでしょうね、なんか鼻にスショッサーとか最初が本当に好きだった分、うん、嫌いになるってことはもうショックが大きいから、うん、嫌いになるんでしょう、興味がなかったら嫌いにもならないじゃん、別に。うんうん 私はこんなに好きだったのに。うん、ああ、もう信頼ないですよ。残念です。ってなって嫌いになるわけじゃん。うん、で、それをずっと何持ってるってことは、やっぱり本当は好きになりたいんじゃないわ、うん、からんけど、なんか。うん。あの時の気持ちに戻りたいけどっていう。ちょっと難しいけどさ、なんか。なんかね、あのー、 脳科学者の茂木さんがいるじゃないですか。茂木、うん、さんが言ってたんですけど、これ頭の中で好きと嫌いのこの感知するところは隣り合わせなんだって。うん、ああ。やっぱり意外と真逆っぽい感じのイメージあったけど、もう隣り合わせにあるから、意外とね、好きから嫌いに、嫌いから好きにって展示やすいっていうことを言ってたんですよ。へえ<ー>。あ、これってやっぱり関心があるからなんだなと思って。まあそうだ、そうだろうね。ねえ。だ 真ん中になってしああね覚えてないのはもう一番本当に興味がねないんでしょうねどっちかがね本当にいいんだろうけど、うん、まあできれば。で嫌ってなりますよね、うん、しかも好きな人であればなおさらね,ね<え>そうなるじゃないですか、うん、なる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 だからねこの辺も生き方を確立してる人はいいもう死ぬって思ったらね、うん、スパンスパンいけるんでしょうけど。うん なかなか難しいですね。はい。さあ、今日の番組のテーマは、嫌いから好きになったことでメッセージをお送りしてね、届けていただきました。はい、はい。今日もありがとうございました。ええー、水曜日のおやエは、まあ、この辺で終了ですけれども。はい。お知らせありますお知らせあまぶやの。あ、えっと、来週の日曜日も、まぶやと吉本新喜劇のコラボ、新喜劇があります。うん。えー、3ステージかな ?1 時、3時、5時。 これも沖縄か月、場所は同じく、トまりん、お、2回沖縄か月であります。これも、マブヤとのコラボはこれで最後です。2> うん、2週だったんで、一、うん、1>, 1, 1日と8日。まだチケットありますのでね、ぜひ、皆さん見てに来てください。よろしくお願いします。で、DVD の発売が ?DVD の発売は、10、9日とかだったかな。18、19も曖昧だね。<laughs> もう、ごめんなさいね。 先週覚えてなかったでしたっけうん、もう、だからよ、いつだったあ、18って、ありがとうございます、石橋さん。さすが。すがす石橋さん、18ですね。十八大阪からね、情報送っても、ね、大阪から情報しったら、18ですね。よかったですね。DVD の発売も,も<う> <laughs> い。水曜日さ、ちょうど。水曜日さ、2週間後。勝ってから持ってきてよ。え水曜日だから、勝ってから、発売日に勝ってからすぐ持ってきてから。コーナー行きましょうか。ね。じゃあ、はい、タイトルコールお願いします。どうぞ。 森光様の魔法の言葉。はい、今日はどんなありがたいお言葉をいただけるんでしょうか。お願いします。まあ、今日は残り一分なので、手短に。先の不安は。今のおこたり。合唱。はい。ちょっとイントネーションがなまってたから、ちょっと。なんでなんでなんで。何か。何か。何か。まりっていうところが。うん。 先の不安じゃないの先の不安って言ったでしょ、今。う今。もう、サキさんっていう人かなと思っちゃったからさ、ちょっと入ってこなかったやつだ、今。サーキーっていう人の不安の話かなと思ったああ、違います、違います、違います。あれ、準備不足が、はい。結構、あの、ドキドキだったりするじゃないですか。わかりますうんね。それやっぱり、解消するためには、うん。今、ちゃんと準備しないといけないんじゃないかなと。うん。うん。 うん、そう、ね、はい。ちょっと全然今日のテーマと全然、あの、あの、あれしてなかったからちょっとよくわからないですけど。あ、今日のテーマに合わせないといけないんだ、これ。あ,あ、わからんわからんもう。もういいよ、早く。もう終わる終わる、早く、早く。味食うたラジオ。<laughs> ここまでは、道し保育園、花ふうみ保育園の提供でお送りしました。<laughs> DJ モリート。親でした <laughs>